高いだけあるよね。まあ、ご飯で、ハムがいろいろ、チーズはこのすごい脂がある、ブルーの中が入ってるやつがとっても美味しかったです。もう一個入っちゃう。あと、ですよね、やっぱね。あとは定番の芋と焼いたトマトに卵を、ベーコンなどがある感じです。意外なのかな、卵チャーハンだったり。中国多いんですかね。そんな構成になっています。おはようございます、ゆめこです。普通にホテルの前なのですが、なんかお城っぽいのとか、周りの建物自体がみんななんか歴史っぽいところばっかりです。で、街中の、バイクレポート、ベスパ人気ですね。あそこベスパ以外でもしかしたら川崎っぽいね、キットが今すっぱいと。やっぱりヨーロッパはありですね。で、またまたバイクレポート、使い込んでるな。ちょっと古めの、1150DS、さすがオーストラリアに合います、キビのケースをつけて非常にかっこいいです。